キラバンドバンドバンドやろ。はあ、やらねえし。バンドで青春したいと思いガルパを始めたものの、青春は眩しいだけで蚊の巣にされる空気なプレイヤーキャラ。やっぱりね、バンドしたいなら楽器練習しなきゃね。昔はしなきです。そんなわけで楽器モチーフの音ゲーの一つドラムマニアで好きな曲を適当にやる動画です。1曲目は、ムク。わしの大好きなバンドキリュウの曲ですね。キリュウといえば、ガルパ動画でも話題に出したジュンジ君のいるバンドですね。彼みたいにかっこいいドラマを目指して、まあ一応頑張りましょう。あ、届かなかった。実はギターでリーダーの九条さんが、コナミの朝木さんと交流があり、その縁なのかわかんないけど、結構ギタードラに曲が入ってたりします。最近だと武装神器だっけ、アーケードゲームのテーマソングで朝木隊としてギターのモーションアクターとかやってましたね、九条さん。九条さん自身もドラムマニアやってたって前言ってたしね。Bマニやる前から好きなバンドなんで、まあ、びっくりしたけど、まあ、朝木さんも好みなんで、割と納得かな。まあ、実を言うと桐生は九条さんよりメインコンポーザーの三月先生の曲の方が好きやったりするんです。結構ミスっちゃってる。続いては嘘とカメレオンで、されど奇術師は才を振る。指糸にも入っている反剣曲ですね。とあるイベントで出演してはるのを知ってから、まあ気になって調べてからはよくこの曲を遊ぶようになりました。サビむずないこれ。3曲目は、強化水月楼。
まあセカンドステージなんはあんま気にしないで。当時コナミに在籍していた直樹と純のユニットテラと、ロックバンド宇宙戦隊ノイズとのコラボ曲ですね。実はビーマにやる前から両者とも知っていて大好きだったんで、まさか音ゲーでこんな夢のようなコラボがあったとは思いもよりませんでした。テラは、ナムコオリジナルとのマッシュアップ動画で知って、ノイズは、現状のメンバーになってから、まあ、ラジオで知って、その音楽性から、まあ、過去一番衝撃を受けたミュージシャンじゃないかなって思います。全宇宙人がダウンロードするべきフリーアルバム、ジェノムエモーションをどうぞ、よしなに。最後は、まあ、ニルっていう曲をやっていこうと思います。このブラストっぽいの好き。できるとは言ってないけど、私はブラストショーでブラストって言葉を知ったんで、これがそうなのかどうなのかよく分かってないんですけどね。関係ないけど爆心なんかの間違いで音ゲー入らないかなって思ってます。やっぱギーダさんのホラーチックな MV が曲に合っていますね。あ、やっぱりドラムって楽しいけど難しいですね。叩き方とかよくわかんないし。なんでね、まあスキルもね、ちょっと全然お前やってねえだろうっていう感じなんで、まあ、ちょいちょい機会があればドラムマニアもやっていけたらなと思います。普通に半券曲もオリジナル曲もいい曲多いんで、みんなもドラマにやろう。それでは次回もよしなに。また遊んでくださいね。